昔から私に張り合ってきたからか。うん、違う。じゃあ何なの。その頃ユズが大量のノートを運んでてさ、前が見えなくて階段から落ちて怪我したんだよ。そんなことあったっけ。だからもうユズに損害対応にさせないように、こういうことは私が引き受けようと思ったんだ。そうだったんだ。ユズってさ、ちょっと太もも太いよね。ちょっと、あたしのポキ使えて、最後の一本。もうもらっちゃったもんね。あたしと楓はお二人のモノマネします。あれ、楓なんで後ろに行くんだ。おい、日本語喋る。ちょっと出てきます。いや、ごめん、みんなお待たせ。